皆さんは占いに興味はありますか？人生に困った時、悩んだ時、助言をしてくれる占い師は人によっては頼りになる存在ですよね。実際に人気のある占い師は予約待ちなんてこともあるようです。でも占い師の中にはいわゆるまがいもの、うさんくさいインチキ占い師が存在するようです。今回はインチキ占い師の特徴やインチキ占い師が実際に起こした事件についてご紹介します。こんにちは、ペックです。皆さん占いって普段やりますか？実はお気に入りの占い師がいるよという人から、朝の番組の占いコーナーを見る程度だよという人まで様々だと思います。今回はインチキ占い師の特徴や偽物占い師が起こしてしまった衝撃の事件簿をいろいろ見ていきたいと思います。占いを信じている人もそうでない人もそういうこともあるかもねと軽い気持ちで見てもらえればと思います。1. その占い師偽物かも。インチキ占い師の手口。占いは目に見えないものなので、本物か偽物かを見分けるのは至難の技ですよね。でも占い師たちは僕たちを信じ込ませるためのテクニックを持ってるんです。それを知ればこの占い師インチキ占い師かもと判断をするきっかけになるかもしれません。まずインチキ占い師が使う手口をご紹介します。 1. 占う前に悩みを当てに来る。占い師の中には一目見ただけで、今日あなたは〇〇のことで来たのではないですかといきなり当てに来る人がいます。何も知らない僕たちからすれば、すごいこの人は何でもお見通しなんだとついつい信じてしまいますよね。でもちょっと待ってください。これはコールドリーディングと呼ばれる占い師のテクニックです。コールドリーディングはまず誰にも当てはまりそうな簡単な質問をします。例えば、あなたは今人間関係に悩んでいますねとか、生活に悩んでますねとかです。誰でも生活や人間関係の悩みの一つや二つありますよね。そんな大雑把な質問でも何の情報もないまま言われると、人は当てられたと感じ、本物の占い師だと信じてしまうそうです。開始早々当たり障りのない質問をしてきたら、ちょっと注意が必要かもです。2. 事前調査がある。前もって占いに必要などと言い、自分の個人情報や私生活についてのアンケートを送る場合があります。このような事前調査をするところはインチキ占い師の可能性が高いようです。本物であればそんな情報などなくてもわかるはずだからです。またアンケートでなくとも占いの前にカウンセリングをするところも注意が必要のようで、助手が必要な情報を聞き出しインチキ占い師に伝えている可能性があるからです。 3. 商品の購入を勧められる。霊感商法という詐欺みたいな方法がありますが、まさにそれです。占い師によっては占いを進めるうちに商品の購入を勧められることがあります。例えば怪しげな水晶や謎の壺などですね。そんなの買わなければいい話でしょうと思うかもしれませんが、そこも相手は計算済みです。ものすごい心理テクニックを使って買わせようとしてきます。多いのがまず安いものを勧める方法です。例えば恋愛に効果があると言って数千円程度のアクセサリーなんかを売りつけてきます。安いからと買ってしまうと相手の思うツボです。その後巧妙な手口でどんどん高いものを売りつけられる可能性があります。 4. 曖昧な質問ばかりしてくる。占い師のテクニックに悟るネガティブ、悟るクエスチョンというものがあります。これは曖昧な質問をし相手から答えを引き出すテクニックです。例えば、最近周りの人とトラブルとかなかったよねみたいな曖昧な質問を占い師がします。トラブルがあった人なら、はい、なんでわかったんですかと自分のことを当てられたような気持ちになります。またトラブルがなかったと言っても、そうですよね、調子が良さそうに見えます、今楽しいんじゃないと話が進みます。悟るネガティブ、悟るクエスチョンとは、どちらとも取れる質問に答えることで自分から相手に情報を流してしまうことを言います。インチキ占い師は何も見えてませんから、このようなテクニックで相手から情報を引き出そうとしてきます。なんか質問ばっかだなと感じたら、インチキ占い師である可能性が高いかもしれませんね。 2. インチキ占い師が起こした事件。インチキ占い師は人の弱みにつけ込んで、時に僕たちを騙そうとしてくることがあります。ここからは実際にテレビでも紹介されたインチキ占い師が起こした事件簿をご紹介します。事件の内容を知るほどにインチキ占い師の恐ろしさがわかる事件です。皆さんも騙されないように注意してください。1. インチキ占い師に家族も財産も奪われた女性の話。ある女性が雑誌に載っていた占いの広告を見つけたところから悲劇は始まります。うっかり騙された彼女はなんと1億円もの詐欺被害に。一体何があったのでしょうか。そこにはインチキ占い師による巧妙な罠が張り巡らされてました。ちょっと怖い話になるので苦手な人は注意してください。女性は恋愛について悩んでいたそうです。気になる男性のことを相談したい、そんな思いから占いに電話をします。鑑定料は20分で4200円。相場がよくわからないんですが、めちゃ高いですよね。気になる男性との相性を相談した女性ですが、結果は相性は最高、今後も相談してくれればもっといいアドバイスができる、結婚もできるというものでした。
なんかすごい都合のいい言葉ですよね。女性は友達もおらず親にも頼れなかったため、自分の話を親身に聞いてくれる占い師を頼ってしまったようですね。この日から占い師に相談しまくる毎日になります。さらに女性は占い師によって人生を壊されていきます。ある日占い師から、子供との相性が悪いから別れた旦那に子供を譲った方がいいと、とんでもないアドバイスを受けます。しかもそれに従ってしまった女性は、なんと子供を捨て占い師の元へと転がり込みます。これはもう占い師関係なく、ただのマインドコントロールですよね。その日から占い師の仕事を手伝うようになった女性ですが、ある日占い師からとんでもないことを言われます。なんと女性の仕事のレベルが低いから給料が払えないと言うんです。やむを得ず女性はアルバイトをしながら生活をし、仕事のストレスから吐くことがやめられない生活になります。そして1週間後、悲劇が起こりました。なんと占い師曰く、女性が吐いたせいで排水管が詰まり、修理やその他諸々に数千万ものお金がかかったと言うんです。その日から収入はすべて占い師に取り上げられるという地獄のような生活が始まります。さらに女性は風俗で働き、占い師に借金を返すという生活に。そんな感じで2年半で1億円も絞り取られたらしいです。これ恐ろしいですよね。身も心もズタボロになっていく女性でも、彼女は国税局に目をつけられます。一体なぜか。実は女性に1億円もの収入があるにもかかわらず、納税していなかったので半年前から調査していたみたいですね。その後調査官が女性から事情を聞き、いろいろ調べたらしいのですが、占い師の言う排水管の修理代などでかかった数千万の借金の証拠が一切なかったみたいなんです。つまり最初から騙されていたことになります。それでも女性が稼いだ1億円については納税する必要がありますよね。でも女性はお金がありません。支払うにはインチキ占い師から返金してもらうしかないわけです。しかし女性をさらに理不尽な出来事が襲います。なんとインチキ占い師には現金を渡していたため、証拠がなかったんです。この現実に彼女は目が覚め、弁護士に相談をします。その後裁判が開かれ、インチキ占い師に1億円の返金命令が下ったみたいですね。結局排水管の修理の話はもちろん嘘。女性は占い師から返金されたお金で納税し、今はひっそりとどこかで暮らしているそうです。インチキ占い師、恐るべしですよね。しかも最悪なのは、なんと女性が刑事告訴しなかったため、インチキ占い師には何の罰則もなかったそうです。たった1本の電話からこんなことになるなんて誰も予想できなかったでしょうね。本当に怖い話です。人の見た目で態度を変える占い師。さらにもう一つ、インチキ占い師について興味深い話がありました。これは裏物ジャパンという雑誌の編集者がまとめた面白い話です。まずある占い師に美人の女性が相談に行きます。そして次の日に同じ女性が特殊メイクでブサイクになって相談に行きます。果たして占い師の言うことは変わるのかという実験です。相談内容は恋愛についてのようですが、その結果はとんでもないものでした。まず美人の状態で行くと、インチキ占い師はあなたは頑固者、すぐに人に頼るなど誰にでも当てはまるダメ出しをしてきたそうです。会話はまるで探りを入れるようなものばかりで、18から22歳までに出会った人がいたでしょうという質問に、はいと答えたところ、その人が運命の人だから結婚しなさいと超適当な発言。さらに衝撃の一言を言い放ちます。それは、今後の出会いは全部ダメ、合コンは合コンされて終わりと。とんでもないですね。人間性を疑うほどのボロクソ発言です。でも翌日ブサイクの特殊メイクをして行ったところ、全然違うことを言われ、合コンは行った方がいいよと全く逆のアドバイスをされたみたいです。これについて編集者が突っ込んだところ、行ってねえよ、金返すから帰れと逆ギレをされたようです。絶対に偽物ですよね。占い師は人の見た目によって態度を変えるのでしょうか。これはマジでインチキ占い師ですね。ということで、今回はインチキ占い師の特徴と実際に起こった事件について見ていきました。インチキ占い師には喋りのテクニックのようなものがあり、気をつければ見抜けそうですよね。中には今回紹介した超ヤバい占い師もいるので、騙されないように注意してください。もちろん占いを否定するわけではないですが、 100% 占いが全てだみたいに信じ込むのはやめた方がいいと思います。自分の人生は自分で決めましょう。もし皆さんがこの占い師インチキだったみたいな体験があれば、ぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいです。それでは今回の動画を終わります。最後まで見てくださった皆さん、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。次に見てほしい動画は、これ。